こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。今日もね、いつもと変わらずのロングワッパリ着て家事をやっているところで喋るって感じですね。今日はね、ちょっと洗濯物を干しながら動画撮ってます。はい、午前中のね、涼しい時間にこういう作業をやってしまわないと、もう割と本気で命に関わるので、洗濯物今の時間に干しちゃうと、今っていうのは今8時ぐらいなんですけど、朝のこの時間に干しちゃえばお昼過ぎにはもう乾いてるっていう感じなんですよね。なのでちょっとよいしょ、干してしまおうかなと思います。でもね、お昼過ぎに洗濯物を取り込む気になれないんですよ、暑すぎて。割とね、もう夕方日がもう沈んで、そうね、日が沈んで結構風が涼しくなってきた頃にやっと取り込むみたいな、もう一日中外に干しっぱなしみたいなことが最近は多いですね。ズボラですいませんって感じですけど、まあでもあれですよ、命には変えられないので、ほんと命に関わると思う、最近のこの夏の気温っていうのは。暑すぎる、本当に。今年は冷夏だと思ってたんですけどね、ダメですね、普通に暑かった。こう熱中症のニュースも見るんですけど、結構多くの方が熱中症にかかって、中には、まあ、命にも関わったっていう方もいらっしゃるみたいで、本当気をつけなきゃいけないなって思いましたね。何でもないと思ってても実はかかってるなんてこともあるので、本当怖い人間温めたら死ぬどういうことって感じですけどね。それだけやっぱり体ってデリケートなんですかね。よし、でもそんなに洗濯物自体はないので、すぐ干し終わっちゃうとは思うんですけどね。よいしょ、今日も朝からちゃんと冷房もかけてね、まあ、電気代は必要経費ですよ、この時期は。命に関わるんでよいしょ、まあその分ね、働いたりいろいろ頑張ればいいんですよ、別のことで。しょうがない。よいしょ、洗濯物は主にタオル類が多いのかな、うちは。私の着物類はあのドライコースで回してるので、こういういつもの洗濯とは別口で回してるんでね、今は干すものとして手元にないんですけどね。よいしょ、これあれですね、ユニクロのブラトップなんですけど、今年買った一番多分新しいモデルとか、まあ多分年々地味にエアリズムのブラトップも変わってきてると思うんですけど、今年のやつはね、割と良かったですよ。なんて言うんですかね、縫い目がね、ボコボコした感じがないので、私程度の普通の肌の人間だったら汗かいてもそこまで不快な感じにはならなかったです。あとは釣り上がって着にくかったりとかして、よいしょ、同じ名前の商品でも年々進化してるんだなと、いやすごいなと思いましたね。よいしょ、でいつものパジャマですね。私は基本夏でも冬でもパジャマは長袖長ズボンで着れています。少なくとも長ズボンは絶対履くね、どの季節も。暑くても足が出てるとやっぱり落ち着かないというか、そんな感じですね。よいしょ、冬場は冬用のもうちょっとあったかい厚手のパジャマを着てるんですけど、夏場はねイオンで買った男物として売ってる綿100の縮みのパジャマ、なんか前どっかの動画で着替え動画でパジャマの姿に出た気がする。こういうね、ちょっと見えにくいかな、
まあ、絞の、絞っていうか、縮みですよね。の生地のパジャマです。なんか知らないけど、女物の夏物のパジャマで、長袖長ズボン売ってないんですよ。なんか七分丈とかさ、中途半端なわけわかんない丈でって言って、ほんとやめてくれって思いましたね。男物あるんですよ。なんでだろう。女性の方が、あれじゃないですか。体冷やしたら良くないとか、言われてんのにね。まあ、だから男は冷やしていいのかって言ったらそうじゃなくて、ちゃんとね、体は、必要、最低限温めないとダメだよってことだと思うんですけど、なんでだろうね。冷房で冷えるとかさ、結構、毎年話題になってるじゃないですか、女性の間で。なのに、私がよく行くお店っていうのは、要するにもうイオンとか、なんかそういうところばっかりなんですけど。でもそういう庶民の行くお店で、七分丈とかなんか半袖半ズボンとか、もうこのショーパン、この太もものここまでしかないやつとか、土地狂ったデザインのやつしか売ってないんですよ。いや、こんなショーパンで、わざわざ履くとかさ、意味ないじゃん。もうパンツでいいじゃんってなっちゃう、私の中ではね。いや、これは、私がある程度年を取ったからとかじゃなくて、もう中高生の時から思ってたことなんですよ。あ、髪の毛が、これ。よいしょ。こんな感じでね、ちょっとベランダの外に出してこようと思います。今この部屋27度の、強風かパワフル運転でつけてるんですよ、冷房、エアコンを。エアコンってなんか温度下げるよりも、ちょっと、エアコンってなんか温度下げるよりもちょっと高めの温度だけど、風力、風の量を強くした方がなんか節約になるらしくって、なので27度の強風にしてます。28度で朝の起きた時はつけてたんですけど、それだけだとちょっともう暑くて無理と思って一度だけ下げました。それでもね、今ちょっと体を動かして喋ってちょっとそこ開けて出ただけなのにめちゃめちゃ暑い。なんかすごいすぐ汗ばんじゃう。何なんですかね、この夏の、なんか外は暑いけど、冷房は涼しいけど暑いみたいな、すぐ暑くなっちゃうみたいな感じ。やっぱり太陽の力には人間はかなわないっていうことなんですかね。そんな感じで、あれですね、朝一からパジャマに対する不満をなんか言っててすいませんって感じなんですが、ちょっと高いな、位置がこれぐらいかな。そう、撮影するのに、キャスターのついてる、なんだ、台みたいなのをね、寝てる部屋から持ってきて、そこに三脚、小さいやつ立てて、スマホを固定してるんですけど、置く台の高さを、なんか家にあるもので持ってきて調整してます。めっちゃ手作り感あふれる動画です、毎回。100均はちなみに、あれです、三脚はちなみに100均で買ってきたやつです。そういう感じでエコな動画作りを毎日してるわけなんですけれども、そうですね。今日そう喋ろうと思ってたのが、私が着物に切り替えたきっかけみたいな話。今までそういう話は結構してきたと思うんですよね。私が着物を着るようになった理由っていうのは、もう洋服だとスウェットしか着なくなるから、だらしなさすぎて無理と思って着物に転向したっていう話はすごい何回もしてると思うんですけど、もちろんそれが一応一つの理由ではあるんですけど、私がね、ここまで洋服を捨てたことには、まあ、ちょっとしたきっかけじゃないですけど、
かありましてですね、私洋服を着てる時も、まあ、基本セットみたいなジャージとかセットとか楽なもので もうちょっとちゃんとしなきゃいけないなっていう時も基本的にズボンなんですよ。絶対いつも就活みたいな時とかも絶対パンツスーツ以外履いたことがなくて、スーツのあのタイドスカートみたいなのも履いたことがないっていうか履きたくない人なんですよね。まあ理由はいろいろあるんですけど、一番の理由がもう寒い、足が覆われてないっていうことに対する不安と、もう寒いっていうのがあって、特に冬場、まあ寒い季節って言ったら冬場ですけど、冬場とかもう寒すぎてスカートだってなんかよくファッション雑誌とか見てると、普通のスカートに下タイツ1枚とかストッキングだけみたいな足で出てるじゃないですか、綺麗なお姉さん方が。あれマジで意味わからんと思って、あのストッキングのペラペラな1枚で何を防げるのか、何が防寒になるのかっていう、防寒のボの字にもならんでしょみたいな、そういう感じだったんですよね。なので私はもうできるだけ全て足を覆えるズボンの形のものを履くようにしてたんですよ。ズボンの形だったら下に、まあ、なんか厚手のレギンスとかタイツみたいなのを重ねることもできるし、まあ、それでも寒い時は寒いんですけどね。なんか冬はねずっとスキーウェア着ていたかったですね、本当にスキーウェア勤務が許されるところに勤めたかった、まあ、それはいいんですけど。で近年のなんかなんでしょうかね、私あんまりそういう流行とかトレンドには全く詳しくないんですけど、あのユニクロのチラシとかああいうの見てると、あとお店に並んでるマネキンの人形さんとかね見てると、なんか最近のズボンって足首見せようみたいな雰囲気じゃないですか。ユニクロとかもなんかアンクル丈パンツとかなんかよくわかんないけどいろいろ売ってて、なんか足首出してなんぼみたいな雰囲気になってたんですよね。もうそれを見て私は、ああもうズボンですら許されないのかと思って洋服に絶望しましたこれだったら私がズボン履く意味ないじゃん、何も防寒にならないじゃん、だって足首冷やしたらダメですよね。ダメ、まあどこも冷やしちゃダメですけど、もう生身の体を外気にさらすっていうのが割と意味がわからないっていうふうに思ったんですよもう意識低すぎるんですけど、おしゃれ、別におしゃれがしたいわけじゃないけど、足首の丈までのズボンしかやっぱり売られなくなっていくんですよね、世の中。こうお店に行っても長いやつもあるんですけど、長いズボンもあるんですけど、だって最近のサラリーマンのスーツとかもこの足首のところもチュッチュッてなってる、あの細いでなんかちょっと靴下とか足首見えますみたいな丈のズボンばっかりになっちゃって、そうなってくると足首寒い問題と、あとはもう私の足が収まらない問題、これは前回の動画でも言いましたよね、あの太ももで合わせるとバッチバチになっちゃうみたいな、ウエストで合わせると太ももがバチバチになってふくらはぎビロビロみたいな感じになっちゃって、もう今の形の服が全く入るかどうかは別として、あの着心地が最悪になっちゃったんですよね。アンクル丈とかなんか、うん、本当に無理と思って、それでもズボンだったら履きたいなっていうか履けるなって思ってた洋服のその最後の砦のズボンすら私は奪われてしまいました勝手にそう思ってるだけなんですけどそう、寒すぎて無理と思って、なので衣服をもう洋服に絶望したので着物にガラッと切り替えて、でも着るものが洋服はないから毎日夏場もねこういう感じのものとかで過ごしてるっていうそういう私の実情です。いや洋服もしね、なんかあったかいズボンとかが全然洋服で履き心地の良くてあったかいズボンが生き残ってるんだったら、私はきっと今でも洋服着てたと思います。着物は好きでもここまでたくさん着る機会を作ろうとはしなかったと思う。本当に
決め決めでお出かけしたい時だけ着るみたいな、そんな感じだったと思います。うん、そうですね、着物で生活しようとかまではいかなかったかもしれないですね。というわけで私の本当に意識の低い着物談義であれなんですけど、もっとねこういう話をが世に出てほしいなって思ってて、今着物ってどうしてもなんかファッション意識の高い人のものみたいな感じになってるじゃないですか。どうしてもお金だってかかるし、なんかいろいろ手間暇もたくさんかかるので、おしゃれな人が意識高く着るものみたいな、そういう感じがあるんですよね。おしゃれ着物、証券のなんか訪問着付け下げ顧問みたいなのもそうだし、それ以上以外にももう木綿とか麻とかウールとかの普段着としてもそれを着る人っていうのは結構おしゃれしたいな、おしゃれをが楽しめる人、おしゃれをとても楽しめる人私も別におしゃれは楽しいけどそこまでっていう感じのタイプの人なので、もっとそういうおしゃれな人たちっていうのものっていうイメージがあるので、もっとねこういうね、なんかこのアホ毛がこうこれとか、今日これ調子が最高ですね、このアホ毛が出てるような人間でも着物を着ていいんだよっていう、逆にそういう人間でも着物にある程度の利便性を認めた上で着物着てるよっていうことをね発信していきたいなって思ってます。そう、本当にただの意識低い系普段着物っていうチャンネル、当初ねなるちゃんと YouTube 始めるときにチャンネル名どうするみたいな話をしてたんですけどね、結局意識低い系普段着物っていうの風に名付けて、本当にそのタイトル通りに今までやってきてるなっていうのは感じますね。特に夏場はもう意識不明にくらいのレベルじゃないですか意識不明普段着物みたいな、とにかく帯をしたくないっていう話もね、また皆さんに私が喋りたくて聞いてほしいっていうのでお話しさせてもらおうと思いますので、またぜひ動画見ていただけると嬉しいです。はい、もう本当にただね洗濯物を干しただけのそしてパジャマの丈に対する文句を言って、着物洋服に絶望したっていう話をしてっていう感じですねはい、すいません、いつもの調子のリハルでした。もしよかったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。